朝が来た。第19週。みかんの季節。第114回。あらすじ。進次郎は、千代に会いに、京都白川高等女学校の寮へ行きました。のぶから、うち、あんたが好きやの。と、千代が言われてるのを聞いて、進次郎は、ちゃんと馴染んでましたがなと、嬉しそうです。かの銀行で、成沢は、お茶を5杯も飲み干していました。成沢は朝を尊敬していると言い、女子行員がきちんと銀行の一員として働いていることを大絶賛します。ヘイジユーロウに、大丈夫ですかと筆談で聞かれ、朝は、けったいなお方ですと答えました。成沢がよろけてきたので、朝は投げ飛ばしてしまいました。成沢はソファーに寝かされます。よの、かの、梅は、成沢の寝顔を見て、製品ではと話しました。中川鳩が、成沢は女学校の先生をしていたと言いに来ます。調べてみると、奥さんのかなえに愛想をつかされてしまったそうです。千代は、進次郎に言われたことを振り返ってました。進次郎は朝のことを尊敬し、愛情を持っているが、朝自身も迷っていると話します。かの銀行へ、成沢がまたやってきて、女子の教育に関心は終わりですかと迫ってきました。日本初の女子の大学校を作りたいので、その設立に賛同してほしいと、自分で書いた教育論を渡してきます。夜、進次郎が帰ってくると、朝が泣いていました。朝は成沢の書いた教育論を読んで、感動していたのです。続く。